はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。前回からはですね、信長本体との決戦を避けつつ織田領各方面進攻進撃を繰り返していたわけなんですけども、今回もその続きですね。まずは近江方面、北近江ですね、小谷城、こちらの攻略を見据えつつ観音寺、安土城のある観音寺、ここを狙いつつ、さらに伊勢志摩方面への進攻、亀山城も狙っていきたいというところでね、他方面への進攻をしていきたいというふうに思っています。でそのためにまず一旦兵を回復させたいんですが、味方の兵が回復するイコール敵側の兵も回復してくるというところなので、ここはタイミングを見計らって攻撃を仕掛けていきましょう。で今ちらっと出ましたけど、長宗我部が大谷軍を滅ぼしたみたいですね。ただこれで長宗我部が再び信長の方に狙いを定めてくる可能性があるので、ここはタイミングを合わせるといいかもしれませんね。今ちょっと出ていたのが、干ばつがどうのこうのっていうのが出てたんで、干ばつ系入れてあげたかったんですが、ちょっとなかったかな。そこが残念なところですかね。そしたら兵を動かしていきたいんですが、もう1ヶ月だけ時を進めちゃいましょう。もちろん信長の方もね、兵を回復してくるのでいいことだけではないんですが、先月の終始です。お金はだいぶ余裕が出てきてるな、こうやって見るとね。まずじゃあ軍馬もそれなりの数揃えていきましょう。仰せの通り。ありがとうございました。じゃあまず小谷方面に軍56,000、これ信長軍62,000との対戦になるのか、危険極まりないな。家康48,000、信長がどっちに来るかによるよね。割れてくれればいいんですけどね。信長の方は61,000、味方大元切断56,000、これはね勝ち目がないんでやめましょう。勝ってくれるか。これマジか、カズマス捉えてるね。しかもカズマスは味方に引き入れたいので残そう。いやさすが切災だな。まあ切災がね、その桶狭間の戦いの時に残っていれば信長は勝ち目がなかったんじゃないかとも言われているぐらいの、まあ、元祖軍師、それが切災ですからね。まあ、切災を差し向けて買い勝ったな。信長キラーと呼ぼう、大元切災は。さあ兄信行との同盟が切れたので、ここはいつもの兵糧外交を入れるとしてだ。今信長軍これ撃破したのは大きいので、この隙にどんどこ領土を拡張していきましょう。かといってもう一軍起こす余裕はないのでね、さすがに今いる部隊でなんとか。ありがとうございました。
進めるところまで進んでいきましょう。で、あの開発ですね、アップデートが入ってから新しい要素の開発とかはもう完全に委任しているので、ここは委任のまま任せちゃいましょう。信行とは24ヶ月の同盟、これは願ったり叶ったりなのでそのままやっていきます。じゃあオダニを取った節祭の部隊ですが、これはそのまま安土城攻めに取り掛かってもらいます。乱丸が安土城を預かってるのか、これはこれでなかなか面白いですね。家康はというと、この後は信秀との決戦に向けて、亀山城に向けて進撃しましょう。まあもう怖いものなしだな、ここまで来ると。負けるか、ここで負けるのか、いや分からないな。信秀に負けるかな、家康が。絶対勝てると思ったんだけどな。ちょっと横着すると良くないですね、やっぱり。いや、ミスミス5万溶かしちゃいましたね、兵。家康軍5万。いやーちょっともったいなかったな。節祭に動産、まあこの辺りは鉄板でいいかな。いやちょっと油断しちゃったのが良くなかったですね。横着は良くないな。確実に勝ちに行くべきだったところ、まさか家康がね信秀に負けるとは思わなかったからな。どうする？そうすると鉄砲がだいぶ損失してるんで、鉄砲を買い足していく。ただね、兵糧もまだ7月とはいえ少し心もとなくなってきているんで、備蓄量がね9月に入ってくるとはいえ、大軍を動かしている以上は。よし、長宗我部が再び信長軍に対して宣戦布告ですね。織田家から交渉か、兵糧戦、これは拒否だな。兵糧戦はちょっと少なすぎんでしょう。ただちょっと待ってね、ここは一旦兵を引いて、信長と長宗我部で戦ってもらってる間にこちらは回復するっていうのがいいかな。ここは兵糧戦っていうね、まあ形上だけの講和ですけど、これは一旦講和しよう。でこの間に味方は兵力の回復を務めて、信長は長宗我部との戦いでさらにどんどん疲弊していくはずなので、停戦明けで一気に攻撃を仕掛けていきましょう。いやでも、長宗我部軍これ12万の軍勢ですよ。信秀軍は1万5千、これさすがに勝ち目ないんじゃないかな。勝ってほしいけどね。まあしばらくは傍観者として信長と長宗我部の戦いを、高みの見物と行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ長宗我部が勝つよな。軍勢の数が違いすぎるもんね。これちょっと判断をミスったかもしれないですね。長宗我部が一方的に信長を殴りつけるっていう展開になってきてるかな。当家の行く末話し合いましょうぞ。
これにて表情を終わります。かような策はいかがでしょうか。鉄砲証券の成長上昇賞が入ったんだな。これはすぐにやっちゃいましょうか。じゃあ、あと精鋭牙も入れる。精鋭牙、おお、入れられなくなっちゃったか。しょうがないね。先に精鋭牙を入れとくべきだったかな。6ヶ月の停戦って考えると2月まで信長軍と戦うことができないので、報告いたします。先月の終始です。その間に長宗我部がどこまで勢力を広げちゃうかだな。講和のタイミングを少し誤ったかもしれませんね。ありがとうございました。かしこまりました。かしこまりました。ありがとうございました。どっかで一発、おっと、市議さんで三好長慶軍10万と信長軍5万、これはかなり見ものですね。見たいぐらいだな、合戦をね。まあ、因縁の三好信長対戦、どっちが勝つか。三好が勝つか。ここもこれも信長軍かなりピンチだな。三好軍、信長軍、総勢15万の軍勢がひしめたわけですな。そこに宣戦布告ができる状態にはまだならないよね、信長に対しては。うん、まだまだ時間がかかりそうですね。本当に早く攻めかかりたいけど、2月まで待たなきゃいけないので。信長軍はもうガリガリ削られてるな。報告いたします。先月の終始です。表情始めるとしましょう。いや、ここすごいな。ここすごくないですか。早雲氏綱信玄家康正信氏里っていうね、いや、これんな豪華なメンバー見たことないな。さあ、じゃあさっき入れ損ねた精鋭牙を入れておきます。あとはね、鉄砲増産を入れておきましょうか。あと対牙の防御上昇、これも入れとく。まあ、騎馬隊がどこまで出張ってくるかというのは疑問ではあるんですけどね。まだ宣戦布告できるね。よし、信長に対して宣戦布告をして、長宗我部に遅れを取らないうちに兵をガリガリ送り込んでいきましょう。今兵糧が60万超えてるね。60万超えてれば遠慮なく攻め込んでいきましょう。進め。進め。多少無茶をしてても兵を送り込んでいきましょう。今3部隊総勢20万近い
軍勢を送り出したんで、これで長宗我部より先にどかすか信長領を食っていきましょう。兵糧を大量に消費していくので、備蓄している兵糧が尽きないように兵糧だけは気をつけていきましょうね。動きを封じよう。信長軍と三好軍が御所で激突か。ここも三好軍が勝つか。これで御所が三好の手に落ちましたね。さてさて、長宗我部の勢いを止めないと。報告いたします。先月の収支です。さあ、ここからはでは兵糧を中心に買い上げていきましょう。少し兵糧の減りが気になり始めてきているので、桐山御所に向けて道山軍を進撃させていきます。長宗我部にだいぶ遅れを取ってしまったんで、ここからはね、取り戻していきましょう。石亀山城も取りましたね。家康はこの後長野城に向けて進撃します。かたじけない、参るぞ、進め。左近が守る長野城ですね。取り囲め。さあ、織田からの交渉の申し出、松倉城を城とする代わりに、これは拒否せざるを得ないんだな。今拒否すると長宗我部との城取り合戦に負けてしまうので。牧島城も落ちたか。浅見山を落とされた。伊賀上野は絶対に欲しいな。報告いたします。そうなるともうここは兵糧攻めとかのんびり仕掛けている場合ではなくなってきたので、一気に強行を仕掛けて一つでも多く城を確保していきましょう。再興させて、本当にみんな優秀だよな。鉄砲証券収入上昇、昇か。騎馬攻撃力上昇、はい、これはすぐにやりたいな。入るかな、入らないな。軍馬軍事が27ではちょっと足りないかな。160必要なの？ちょっと先が長いな。であれば、ここは論議があまりに余ってるので、論議を使うものを中心に一気に入れちゃいましょう。軍事20使うけど、もういいや、やっちゃいましょうね。でだ、今、目下の注意は、長宗我部との城取り合戦なんで。取引を行いましょう。ありがとうございました。
力攻めに切り替えていきます。いや、ここまで来るとなんか信長軍もかわいそうになってくるな。そうするとちょっと無茶かもしれませんが、もう一体立ち上げましょう。飛騨方面ですね。兵糧の消耗が多分月10万超えてくるんじゃないかっていう気もするけど、この城雪村がもらい受ける。よし、雪村が観音寺取ったね。ここは琵琶湖を渡って対岸に進撃していきましょう。本当にスピード勝負ですね。いざ参る。出陣する。参るぞ。出陣する。五勝取られたのは痛かったけどしょうがないね。さあ、道さんはもうここで、これ以上ここにいてもらう必要はないので、今すぐね長宗我部と戦端を開く予定はないので、兵糧節約のためすぐにお城に戻ってもらいましょう。で、家康もね、肩がつくと思います。これも志を果たすため。お、加藤義昭、これは大きいですね。統率85。残りは一正、左近、牛一、乱丸、この辺りは欲しいかな。あとは平手のおじき、あとは小寺もいますね。ここは一旦は逃がしましょう。いや、家康軍はこのまま、このまま、このまま先を急いでもらいましょう。三好長慶が軍6万を動かしているので、おそらく長宗我部も白鳥合戦に負けじと軍を積極的に動かしてくると思います。ここはワケベが入っていたかな。今見ると福島正則とかは一旦は逃がしましょう。すまねえな。で、雪村対3万、これはさらに軍を進めましょう。どこに攻め入ろうとしてるんだ。三好軍は一条谷を狙ってるな。となると我々としては、どうする。金ヶ崎にする。いや、金ヶ崎は兵を出しているので、一条谷に先にたどり着けるかどうかだな。どっちが先に着くか競争だ。よし、先にこっちが着いたな。夏6月になりましたね。あと3ヶ月兵糧を保っていればいいので、ここはもう一軍出しましょう。
先月の収支です。その頃には9月になってるんじゃないかって気もしますけど、3ヶ月以内とは言わずとも2ヶ月ぐらいで集結が終わる舞台を機運上に出します。へい、11番か。編成を見ておこう。21日かかる。この松平安重隊削れば、どうですか。8日で集まるね。8日で10万の軍勢が集めれば本の字だな。これでいきます。よし、金ヶ崎城取ったね。秀長が入ってくる。和氏、いや、そうそうたるメンバーが捕まってますよ。これ見ると、ライレン、カズマス、サコン、ミツナリ、マサノリ、91。これらの武将はまとめてもらい受けましょう。皆の者、続け。包囲せよ。こうなれば仕方ないですね。よし、笠山城が取ったね。今回は正則、勝長、杉浦、和豊、この辺りがこぞってこちらに下るね。で、敵逃がさなきゃいけないところではライレン、和正、左近、三成、この辺りはまだまだというところかな。さあ、家康軍はじゃあこの次は勝山城に向けて進撃してもらいましょう。長宗我部が織田と和睦したね。で、真田とは手を切らせてもらうと言ってくるか。ここでやってくれるな。まあそりゃそうだろうな。伊賀上野に14万か。ちょっと待ってね。伊賀上野に14万の敵軍が迫ってるって言われてもな、今そこに差し向ける余裕ないよ。はい、というわけでですね、ちょっと思いもよらないというか、長宗我部が白鳥レースでこちらが優位と見るや、信長と手を組んで逆にこの真田領への侵攻を開始したというところで、伊賀上野城に14万の大軍が攻め寄せてくるというところに次回なりそうです。では今回はここまでにさせていただいて、次回このね、小田領攻略戦と、あとは長宗我部14万の迎撃戦ですね、お届けしていければいいかなというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。